練習していたのがありまして、それがこれか、これか、愛することをやめないでなんですけれど、あの学童の先生を7年ぐらいしていて、その前は折富の先生もずっとやっていたんですが、あの、やっぱり一人親のお子さんとか、あの父子家庭の子とか、ご両親いるけどやっぱりいろんな事情のお子さんがいて、どうせとか、どうせ僕は愛されないとか、あのすごい怒鳴られて育ってる子とかはどんどん自分のことをあの拗ねていってしまって、あの普通の言葉が普通に受け取れなかったりするんですけど、その子たちに、あの私は多分自分の中の癒されなかった子供を投影して見ていただけなんですけど、あの愛することをやめないでっていうのは、明さんがこの歌を作った時に遺言として作った歌だったそうなんですが、あのこれは私も子どもたちに伝えたい言葉っていう名目で、実は私の中にいる小さな私に言いたいセリフなんだなと思うので、皆さんの中にいる小さな子どもに届けるつもりで聞いてください。いい感じで寝ております。あの子守歌、あれだ、あのちっちゃい声でね。あのちょうどあの風邪ひいてるのでそんな大きい声出ないんですよ。じゃあ、あの皆さんのちっちゃい、あの心の中にいる本当に頑張って一生懸命生きてきたお子さん、自分の中の子供に、あの寄り添いながら聞いてください。お願いします。どうか愛するやめないで、好きになるのをやめないで、あなたの生きる証そのものだから、ああ愛することをやめないで、どんな辛くてもやめないで、あなたは愛の生まれ変わりだから、ああ愛することを教えてくれたあなた、今は忘れることを教えて、もう傷つきたくない、恋なんかしない、もう誰も愛したくない、たとえ海が枯れ果てて太陽が燃え尽きて、この世を闇が覆っても消えない日がある、どうか愛することをやめないで、好きになるのもやめないで、あなたの生きる証そのものだから、愛することをやめないで、どんな辛くてもやめないで、あなたは愛の生まれ変わりだから、ああほんのちょっぴり強くなったわ、ああ、あなたも悩んでいたのね、ああ、自分の痛み知って初めて、ああ人の痛みも分かった。たとえ私が年老いて消えていっ
でもこの歌を残してゆく最後の希望をどうか愛することをやめないで好きになるのをやめないであなたの生きる証そのものだからやめないで。どんな辛くてもやめないで。あなたは愛の生まれ。